ネクストに加入する前の印象と加入後の印象の違いはありますか？3人じゃないですか、聞くの。ああ、なるほど。相馬さんが行きます、うん、いや、俺は単純に仲悪いんかなと思ったらめっちゃ仲良かったっていう仲悪そうでしたもん、正直、うん、マイスさんと光は絶対仲悪いと思った。ああ、なるほどね。で、2人もそんなに興味ないのかなと思ったらめちゃめちゃ仲良かった。一体、なんで誰誰誰誰いや、それはまずいっすよ。マジで、マジで、映像で見てって。え、元自衛隊手挙げちゃダメですよ。映像で見てって。守る人でしょ。映像で見てって。強かったっすよ。痛そうでしょ。びっくりしたわ。仲悪いそうって言っちゃうから、ドラマさん怒っちゃった。めちゃめちゃ、マジで。いや、でも今、後ろ向いてる人が目あったもんだ、ドラマさん。じゃあ、これじゃないって。めちゃめちゃ声目してた。仲悪いとか言うから怒っちゃった。まあまあ、じゃあ、小田家はどう？闇の組織感っていうか、印象は悪かったです。まあ、やっぱ悪かったね。まあね、よく言われるよな。知らないからこそ見るのも拒否してた部分はあったんですけど、でも入るとめちゃくちゃ楽しいし、輪がちゃんと出来上がってるからすごい入りやすかったです。だから毛嫌いしてたんだなっていう。よかったな、はい、ファミリーね。ファミリー、うん、じゃあ次行きますし。俺仲間外れやん。じゃあ、まず教えてください。ネクスト入っていい印象。入って処理中だよ。そうだ、あります。印象の変化。あります。言わしてくださいよ。僕はもう、傍から見て楽しそうに見えてましたから。中入って、おもろいのが、前井さんと笹毛さんのポジションでのその協力の仕方がおもろかったですね。ヒカルさんが全部一緒に決めてるのかなと思ったから。ああ、なるほど、なるほど。そうじゃないんやって。はい、結構みんな協力者やってるんだっていう。そうですね。意外でした、それが。やっぱカットしてもらえたらもう。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 